いやまた来たのかい坊やも来れないね。掛け事で生活してる私が言うのもなんだけど、もう少しまともなお金の使い方をした方がいいよ。ま、そんな坊やのおかげで私は贅沢できるわけだけど。それで今日はどんな勝負をお望みかなポーカー、マージャン、チェス、花札。私は何でも構わないよ。どんなゲームでも。 私が負けることなんてありえないからね。さあ、ご希望のゲームを言ってみな。え愛してるゲーム愛してるゲームとはなんだもしハレンチなゲームだったら私はやらないからな。ほう、なるほど。照れたり笑ったりしたら負けか。つまりはにらめっこと同じようなものだろう。言うならば。 大人のにらめっ子…か <laughs> …幼少期はにらめっ子の帝王とまで呼ばれた私にこのようなゲームで挑むなんて命知らずだねいいだろう坊やに大人の威厳とやらを見せてやろうじゃないかいいよ、先行は君に譲ってあげる果たして青臭い坊やに成熟した大人のお姉さんである私を照れさせるなんてことできるかな <laughs> さあさあ 私に愛してると言ってみな。違う私はにやけてなどいない私がそんなちょっと愛を支えかれた程度で照れるようなちょろい女のわけないだろう断じてにやけてなどいない君の目がおかしいんだ私に勝ちたすぎて都合よく私の顔を解釈しているだけだもう一度もう一度だ たとえにやけていたとしても今のは初めてだったし見逃してくれてもいいだろ次は私が言うからなあ愛してるぞ違う照れてなどいない顔を背けたのはそういう気分だっただけだほら次は坊やの番だぞえっ <laughs> あ食いなんてして何のつもりだ私が顔を背けて不正しないようにだと私は不正なんてしてないがそれが坊やの不正防止策なら好きにすればいいさほ,ほら早く言ってみろ愛してるとな,な,なんだそんなに私の顔を見つめて私の顔に何かついてるか それとも私の顔に見とれてしまったのかな完全ににやけているだとそうだね。今の私の顔は完全に緩んでいるだろうね。鏡を見なくてもわかるさ。これはさすがの私も負けを認めるしかないようだねお。おい、いつまで私の顎に触れているつもりだ。 ゲームは君の勝利で終わったのだから早く話してくれないか恥ずかしいんだけど。<laughs> 仕方ないな。負けた分の金は払うさ。だが、勝ち逃げなんて許さないぞ。私は負けず嫌いだからね。負けたまま今日という日を終えるわけにはいかないのさ。ここにポッキーがある。<laughs> 察しのいい坊やならもうわかるだろ 次は、ポッキーゲームとやらで勝負だ愛してるゲームの借りはポッキーゲームで返すいざ、勝負